はい、コーチの準備部屋へようこそ。今回はね、こちらをご紹介したいと思います。じゃじゃんとね、はい、ついに出た、The Super Warriors Special、 はい、そちらからね、悟空身勝手の極意極め、はい、こちらのねカメハメハのポーズ、これがね、ついに出てね、遅ればせながらね、ちょっとね、購入できたんでね、早速、こちらをご紹介していきたいと思いますけれども、いやー、これもね UFO キャッチャーの景品だけどさ、一番くじ並みにすごい出来良さそうなんだよね。いやー、あっちはね、すだちのポーズだったけれども、これはちゃんとね、カメハメハというねポーズをとってますんでね、ぜひ、細部まで見ていこうかと思います。では、早速、開封していきましょう。はい、ね、一応箱から出した状態です。まずね、付属台座としてね、結構面白い色してますね。ミントグリーンっぽい感じ、で、胴体で足、はい、この3分割になってますね、パーツはね。では早速ね、開封して、組み立てたいと思います。はい、組み終わりました。はい、じゃあ見ていきましょう。こちらです。いや、これマジでかっけえ。いや、なにこれ、いや、ベーグレーかっけえな、これ。いや、これはすっごいな。台座がね、珍しく左足の方についてますね。だいたい右足の方についてますけれど、いや、これはかっこいい。うわ、これはすごい。ここの、足の色とかそういうの塗装はね、一番くじと同じですね、全く。多分作業工程は本当一緒なんだろうな。で、よくね顔を見ると、ちゃんとね瞳の中にこうちゃんと黒目と、あとこう光の反射の白いのがねちゃんと入ってて、輝いてる感じがすごい表現されてるんですよ。いや、これはすげえ。いや、顔はね、はっきり言って一番くじより似てるね。うわ、このレベルはプライズで出ちゃうか、ピントが。うわ、すげえこれ。めっちゃかっこいいこれ。いやー、これ今んとこね一番くじよりいってますね。決定版じゃないかな、今のところ。身勝手の極意の、いやー、すっげえ。一番くじは一番くじでね、まあ、いい部分はたくさんありますけどね。これはいい。まあね、あの一番くじの方はね、今結構また、高値がついてますよね。まあ、一時期は1万切ったりとかしてたんですけどね、ここに来てまた1万5000円ぐらいついてんのかな今。
いやでもね、まあお金がない人はね、こっちでも十分ですよ。これかっこいいよこれ。もう今にもね、カメハメハが出そう。ということでね、今日はね、プライズ品ですね、ドラゴンボール、ザ・スーパーウォリアースペシャル、身勝手の極意、極みの極、紹介してきました。いやーこれは本当ね、おすすめ中のおすすめですね、めちゃくちゃかっこいい。まあ、皆さんもね、ぜひ、ゲームセンターで取れる方は取って、まあ、取れない方はね、買って損はないレベルですね、いやーこれは本当すごいかっこいい。はい、ということでね、今回はこれにて終わりますけれども、次回もね、ルドドラゴンボールフィギュア、紹介させていただきます。レンチャン投稿ということでね、次回もお楽しみに。一応ね、チャンネル登録とあといいねよろしくお願いします。はい、では次の動画まで、ご視聴どうもありがとうございました。